次に、13ページをご覧ください。新宿リサイクル活動センター等の整備です。予算額は6億9804万3000円です。新宿リサイクル活動センターを本年の11月にリニューアルオープンいたします。でこの施設にはリサイクル活動センターのほか定員を54名から64名に増員する高田馬場福祉作業所、また500台が駐輪できる高田馬場第一自転車等駐輪場を併設いたします。次に14ページをご覧ください。予算額は1億4879万9000円です。で本事業では、地域や地球環境に配慮した環境都市づくりの達成に向けて、区民、事業者、区それぞれが、地球温暖化対策を推進するための事業を実施いたします。区民に対しましては再生可能エネルギー等の普及を図るとともに、省エネナビの貸し出しを充実いたします。事業者に対しましては省エネ診断を充実するとともに太陽光発電システムの普及を図ります。区としては、見える化看板の設置や、新宿の森を活用した、地球温暖化対策について引き続き取り組んでまいります。次に15ページをご覧ください。日本語指導の充実です。予算額は6198万円です。で本事業では従来から実施している日本語サポート指導に加えて日本語の習得が十分でない外国籍等の子どものため新宿中学校に日本語学級を新たに設置をして大久保小学校と連携して継続的な指導を行うほか日本語学習の指導方法などに関して他の中学校の取り組みを支援するセンター的機能を持たせてまいります。次に16ページをご覧ください。学校図書館の充実です。予算額は1億94万4000円です。本事業では学校図書館を教育活動に一層活用するため司書等の資格を持つ学校図書館支援員をすべての区立小学校中学校に配置をして学校図書の計画的な購入児童生徒への読書案内区立図書館との連携等を行いまして学校図書館の充実を図ってまいります。次に17ページをご覧ください。成人から高齢者まで生涯の歯と口の健康づくりです。で予算額は2350万9000円です。で本事業では歯周疾患予防の検診の受診の対象年齢をこれまで30歳から70歳までの間の特定の年齢の方に限定をしておりましたが25年度から20歳以上の区民全員が受診できるよう拡大して歯周病や咀嚼嚥下の機能低下を予防して区民一人一人の生涯を通じた健康づくりを支えてまいります。次に18ページをご覧ください。検診保健指導です。予算額は8億5352万円です。で本事業では区民に分かりやすく利用しやすい健康診査の仕組みを再編して受診率の向上を図ります。また区民の健康づくり支援のための生活習慣改善プログラムを刷新いたします。次に19ページをご覧ください。仮称四ツ谷保健福祉施設清掃センターの建設及び開設です。で予算額は15億5071万1000円です。で本事業では新宿東清掃センターと三栄町障害学習館の跡地に平成26年2月の開設を目指して保健センターと清掃センターを建設します。で本施設はこのほか仮称女性の健康支援センター訪問看護ステーション高齢者総合相談センター社会福祉協議会分室集会室機能などを併せ持つ複合施設として開設いたします。仮称女性の健康支援センターでは
女性の健康づくりの拠点施設として23区初となる、常設の乳がんの食事体験等ができる体験コーナーや情報コーナーなどを、設置して女性の健康な暮らしを支えてまいります。次に20ページをご覧ください。区民ふれあいの森の整備です。予算額は1億57万5千円です。区民ふれあいの森は、区民の憩いの場や防災機能を併せ持った公園として、武蔵野の森の面影を残す乙女山公園の拡張整備を進めてまいりましたが、本年4月に拡張した一部を開園いたします。で、今後残りのエリアの整備を行いまして、平成26年度に全体が完成する予定です。次に21ページをご覧ください。漱石参謀の復元に向けた取り組みです。予算額は1億2738万1000円です。で、本事業では国民的文豪夏目漱石が晩年を過ごした漱石参謀の復元に向けて整備基本計画を策定し、仮称漱石参謀記念館の整備に取り組んでまいります。なお、記念館の整備にあたっては区民のみならず全国からこの事業に参画をしていただく仕組みの一つとして夏目漱石記念施設整備基金を設置いたしまして、漱石ファンをはじめとする多くの方々にご支援ご協力を呼びかけてまいります。で、次に22ページをご覧ください。歌舞伎町地区のまちづくり推進です。予算額は652万6千円です。で、本事業では平成27年4月に予定されている新宿東宝ビルのオープンに合わせてセントラルロードを含む周辺道路の整備を行います。で、平成25年度はセントラルロード等の道路詳細設計を行い、26年度に整備工事を行います。シネシティ広場等につきましては平成26年度に道路詳細設計を行いまして、平成27年度に整備工事を行います。で、歌舞伎町の多様な魅力を安全かつ快適な歩きながら楽しむことができるように歩行環境の充実を図ってまいります。次に23ページをご覧ください。共同の推進に向けた支援の充実です。予算額は6546万3千円です。で、本事業では地域を支える社会貢献活動団体のネットワークづくりの拠点として区では初めての施設となる新宿 NPO 共同推進センターを本年の4月に旧西富山第二中学校に開設します。で、この施設では NPO 等への活動場所の提供や交流事業など共同によるまちづくりを進めてまいります。また行政と NPO の共同を推進しております共同事業提案制度では事業期間の延長などを行います。さらに24年度から取り組んでいる街角スポット活用事業、また新宿アートプロジェクトを引き続き実施いたしますとともに新規事業の募集も行ってまいります。次に24ページをご覧ください。公園の管理運営における指定管理者制度の活用です。で、予算額は1億6599万4000円です。で、本事業では公共サービスの提供体制の見直しとして区内公園の管理運営に初めて指定管理者制度を導入します。で、中央公園を指定管理者である新宿中央公園パークアップ共同体により民間の都市型公園運営の専門的な知識や経験を活用して運営してまいります。以上、新宿区一押しプロジェクトを紹介いたしました。取材先も記載をしてございますので、ぜひ直接取材をしていただき新宿区の取り組みの情報を、皆さんから発信していただければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。で、以上平成25年度予算案の発表にあたりまして、厳しい財政環境が続く中にあっても区民の期待に応えるため果敢かつ重点的に取り組んでいく
主な事業について説明をしてまいりました。なお冊子、この平成25年度予算案の概要には先ほどご説明しました予算編成の考え方でありますとか、予算規模の推移、それから基本構想の達成に向けた主な取り組みなど、平成25年度予算案の概要を詳しくまとめてございます。また平成25年度から27年度の計画を見直した第二次実行計画のローリングについてもお配りをしておりますので、後ほどご覧くださいますようお願いを申し上げます。私からは以上です。皆さんどうぞ今後とも区政へのご理解ご支援を賜りますようによろしくお願い申し上げます。